裁くのは俺のスタンドだ。はい、ということで9月でしたっけ、8月でしたっけ、新しいジョジョの格ゲーが発売されるので、ジョジョ勉強中の私がジョジョをやっていきたいと思います。これは何でしょう、いつ発売されたやつですか。プレイステーションジョジョの奇妙な冒険、なんか3部までかな、3部全スタンド使いが登場って書いてありますね。じゃあやってみましょう。あ、いやー、ポルちゃんかわいい。ポルナレフさん、裁くのは俺のスタンドだ。裁くのは俺のスタンドだ。ロードしますか。いや、ノー。何これ、ジョー太郎たちの足跡をたどり、邪悪な化身ディオを倒せ、スーパーストーリーモード、各キャラクターのストーリーが楽しめるアーケードモード、各キャラクターたちのストーリーが楽しめる、なんか飛んじゃうな。トレーニングモード、必殺技、あ、ちょっと、私、あ、そうだ、格ゲー、もう全然やったことなくて、どんな感じかなと思って。ポルちゃんがいいんですけど、これは何？ディオ。カキョウインがいる。アブドゥル。ウルホース。この二刀流って、これは、あ、バニラ、あ、いい、今もかわいい。ちょっとじゃあ普通にジョー太郎で、ラバー、なんて何をするんだ。まずすごい、ちゃんと A って出てくる。 A? 違うか、なんだこれ。スタートボタン、あ、これで近づける。ふむふむ、これでジャンプで、これで下、それでスタンドの選択キャンセル。おお、スタンド出てきた。受け身、あ、見て、受け身、四角と、こう、難しい。何これ、どうでしょう。わからんな。スーパーストーリーモードをやっていこうと思います。長いかな。強い。なんて。わあ。大西洋、アフリカ沖、カナリア諸島。4年前、100年ぶりに大気を吸ったこの棺桶、
この分厚い鉄の箱は一体。俺の後ろに誰かいる。だから、ああ、早い。ホリー。いや、ここから？いや、アムズルさん。てめえ、あ、出てくるんだ。プッチュン、ほら。メガマイバーン。どうした？ドアドア、ジャングルピン出しちゃおう。よいしょ。あー、怖い怖い。高い位置でオラオラしちゃう。どうした？いやー、燃えてるよ。ちょっと待って、反対回ししてみる。なんか受け身側かな。やった。それです。今ここで使っちゃうの。おめえは俺を怒らせた。わかんないな。まあ勝った。ネクスト。へー、ドーン。さばくのは誰だ。歌教員ですね。ジョジョ。すごい立ち方してる。メガマイララが。どうした？なんか掴んじゃうな。崩壊するぞ。安心しな、手加減して、なんだって。あ、おインゴとボインゴ。おいら、ボインゴ。あ、肉の目仲間になりましたか。俺にもわからん。熱を出して倒れた。
ドーン。あれ飛行機でしたっけ。やっぱ墜落しちゃうん。あーやばい、もう最近見たの最近なのに忘れてる。何使うの？え、なんかなんだろう。ラララララって何？あ、とりあえずスタンド出さなきゃ。夢追いのスクラッシュ。いや、めっちゃやられとるじゃん。え、ちょっと待って、何この難しい。え、全然入んない、難しすぎる。これはなんだ。いやー、めっちゃ吹っ飛ばされた。何それ、下手くそすぎる。あー、入ってあー、やばいじゃん。え、待って、出してスタンド。何こいつ、まあ、あー、ちょっと待って。あ、そうでしょ。嘘でしょ。聞いてないよ。ララ。超やられてんじゃん。ちょっと待って、むず。エメラルドスクラッシュ出したい。超吹っ飛ばされてる。こんなん続くのむず。ちょっと格闘技むずくない？エメラルドスプラッシュ全然入んない。後悔するぞ。お、入った。高い位置で出さない。あ、やばいって。よかった。いや、一回負けましたけどね。むずい。コマンドとかわからん。話すと起動ってどういうこと？遠隔操作とかあるんだ。3回目。二度とてめえと一緒には乗らねえ。あ、ってことは、なんだここは、タイガーバームガーデン。ああ、なんかすごいド派手なとこだ。フォルナレフ。お、え？ファイアーウォール。クライエルするよ。
ぬるいって一回は負けるって。あ、なんかおーヘイヘイジャングルネットファインド。おー、なんかすごいの出た。いいのかな、出た。ラッキーって何？肉の目を取ってくれ。懐かしい、このゴリラ超キモいぐらい。あ、そういえば女の子出てこないのかな、もうちょっと先か。エジプトだっけか。操作コマンド入力ストーリー送り。コマンド入力。アブドゥル。滅光者がいただろ、このガキ。警察に突き出してやる。あ、来てくる来てくる。話しやがれこのボンクラが。ボンクラ。おっほー、飛び込んだぞ、元気。大変だ、この辺はサメが集まっている海域なんだ。おい、小僧、サメがいるぞ。戻れ、危険だ。やれやれ、このクソガキ、世話許せ。ここがいいシーン。来たな、仮面下から何が襲ってくるぞ。え、何やられちゃった、ミス。え、ちょちょちょ待って。どういうこと。え、どういうこと。どういうこと？押してるやん。え？長押し？ああ、そういうことか。あの距離なら僕に任せろ。ハイエロファントグリーン。消えたぞ。ハイエロファント。サメじゃない。スタンドだ。スタンド、スタンドの本体は。この女の子かね、密航者という。港に着くまで軟禁させてもらうよ。あれ、ところで君、甲板での喫煙はご遠慮願おう。待ちな、大物ぶってカッコつけてんじゃねえ。あれ、ジョジョがおっぱい触ってる女の子っていうシーンじゃないのこれ。こいつは船長じゃねえ。今はだ。スタンド使いはこいつだ。スタンド？なんだね、それは。俺はスタンド使いの見分け方を発見した。スタンド使いはタバコの煙を吸うと、鼻の頭に血管が浮く。みんな、何やってんだ？え？嘘だろ、ジョタロウ。ああ、嘘だぜ。だが、間抜けは見つかったようだ。面白いね。渋いね。まったくオタク、渋いぜ。確かに俺は本物の船長じゃねえ。嘘と裏切り、未知の世界への恐怖を暗示する月のカード、ダークブルームーン。ついてきな。海水をたらふく飲んで死ぬ勇気があるならな。頑張る。よっ、よっしゃ。オラオラオラ。
ここは戦わないんだ。落下より早く攻撃してくるなんて。どうしたゾタロ。奴は俺を海中に引きずり込む気だ。ようこそようこそようやく来てくれたな。ダークブルームーンの独壇場海中へ。てめえ何になりてん。刺身になりてん。てめえのスタンドを料理してるからよ。周りをよく見ろ。さっきからダークブルームーンが水中の音を聞いてることに気づかねえのか。刺身にするとか抜かしてくれたな。スライスされて刺身になるのは。刺身になるの。あれ、今押したよ。嘘。Yes. わー出た。出たー。行こう。あ、てか檻の中にいないんだもう出てきちゃってるんだ。注目、女の子を攻撃するとダメージになるぞ。え、なにちょっと待って。オラウータンを倒して女の子を助けろ。カーソルを操作して敵本体のオラウータンを攻撃します。オラウータンを倒すとゲームクリアです。カーソルの移動ショット。ほんほん。あ、ちょっと待って。危ねえ。待って。動くね。ああ。撃ちまくればいいんだね。え、てか自分もやられてる？あの鉄飛んでくんの怖い。あ、怖い。やばい、もう鉄はやめがやめて。やばい。あとちょっとだ、たまに。マジで。Yeah!
早い、鬼についていけない。よかった。やれやれだぜ。やれやれだぜ。ほんとやれやれだぜ。女の子に、にゃー、飽きつ、え？飽きつすぎ、あ、飽きつすぎるぜ。女の子に、にゃー、飽きつすぎるぜ。女の子にゃー、きつすぎるぜ。にゃー、にゃー、きつすぎるぜ。なんかこれかわいい。あ、これは。ベッドの下に入れられるやつかな。これは普通に戦うんだね。ため？ためって何？ためか。メガマイン。いやー、何それ。ちょっとやられてるけど。ためって何？めっちゃやられてるやん。うわ、やばいって、やばいって、やばい。めっちゃやられてんじゃん。あ、違うとこ見てた。ちょ待って。ミリオンスピット連打？難しすぎ。メガマイン。あ、ちょ本体を攻撃するのか。無理すぎな。本体攻撃した方がいいのか。なるほどね。なんて言った？てめえは俺を怒らせた。顎どうなってん？まるまる。おっと、大丈夫だろうか。偽物かな。ここでレロレロ。あー、ジョータロー戻ってきてくれた。スタープラチナプッツンオラメガマイン。うわ、なんか難しくなるのかな。あ、なんかすごい縛られてる、動けない。え、むずっ。え、むずくない？なにこれ。あ、このネバネバうざ。むずっ。いや、こいつはめ、こいつはめが許せんよな。
え、そのなんかすごいの出したい、私も。レロレロすごいレロレロって感じ。使って体の中に入ってくやつもあったな、最後の方出た。ホルホース。あ、やばい、全然できなかった。この人ってアブドゥル。てしまうやつだ。ジェイブ、あ、懐かしい、なんか懐かしいって言っちゃった。難しい。ためって何？ダメってどうやんの？長押し？メガマイマイナノイナノイナノイあ、2体？あ、違うナノイナノイナノイやばい。なに、なに、いやー、すごい。強いのか、私が弱いのか。馬でできた。覚悟じゃ。何これ、ちょっと待って、もうすごいんだけど。何それ、何、どうやって出すの？タメが分からないし、まじ。カモン。もうちょっともうダメだわ。こっから勝てたらすごいわ。ちょっと待って。怖いね。串刺しの系とか分かんない。タメって何？メガマイマイシルバータリオン、シルバータリオン、ダメだ。難しい、難しい、強すぎる。
った、そんなシーン。コインピーンって投げるやつ。あ、違ったっけ。あ、そうだそうだ。続けたくなっちゃう、この感じやばい。ボインゴとボインゴ、あー、なんか手術するみたいなことやったんだっけ。これは切り取りましょう。え、おい、ちょっと待て、何だと。それ、マイキに入ったね。切って出さないと悪化するね。おいおい、薬か何か塗るだけじゃダメなのかい。私の言うこと確かね、ノープロブレムよ。だ、切り取るよ。なんてこって、切られるとこ見たくないわ。痛い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 。おい、まだか。もう終わったかね。うわっ、いやー、なに。ヘイドクター、あたいを切ろうなんてどんなバカ野郎だね。あたいがエンプレスよ、ジミミオン。ジョセフジジイ、まずてめえを始末にあげちゃうよ。あんたはもうあたいから逃れられないのさ、ハニー。あれか、ポルダネフちゃんが、ポルちゃんが失恋するやつかい。あれ違ったっけ。それは違う。先生が死んでる。誤解するんじゃない。犯人はわしじゃ。犯人はわしじゃ。わしが殺した。人殺し。あ、違う。あれ電柱で殺すやつ。これであんたはインド警察に追われることになったわけだわね。そこの男を動くな。逃げるなよ、逃げると撃つぞ、撃つぞ。よっしゃ。なんてことだ、この敵スタンドをなんとかしなくては。な、何をしておる。なんか食べたくなってきた。これであんたをぶち殺せる状態になったわ。なんかドラゴンボールに出てきそうな。この街を嘘が出なくっちゃね。よいしょ。ノーノー、あたしのパワーはもう証明済みよね。こんな色してたっけ。いやー、ダメだった、ちょっと遅かったね。ミス。集中。おいし、よかった。ノー、ノー。ほら、だってもうあんたの首に手が届くわ。よかった。え、ミス？やられてる？これ。した。よかった。ノー、ノー。貴様。このバカが、あんたは私に殺されるんだよ。死にます。これヒヤヒヤした。走り回っていたと思うのか。貴様をこれの中に突っ込むためじゃ。私をこんな中に突っ込んで窒息すると思ったのかい。あんたにはこのエンプレスを倒す方法などない一つ。え、
何一つなんじゃと。年を取って耳が遠くなったかの。コボルタール窒息させるためじゃなく、私を固めるためだったのか。あ、違った、電球で殺したは違った。お前、連射したな。さっきぶちまけた灰の粒で道路に使ったコールタールをたどったな。ま、これで戦いの年季の違いというのがよーく分かったじゃろう。そしてスタンドはスタンドで引き上がせる。お前はやめて、それだけはと言う。やめて、やめて、それだけは。どれ、スタンド使い本体はどこだ。終わり、これで今の下り終わり、終わりましたか。なんか自分の印象に残っているところが全てカットされてる気がする。さっき追い越した急いでいるようだ。ボロボロ走ってやがったくせに何考えてんだ。ボロナレド片側によって先に行かせてやる。ああ。おいおい、どういうつもりだ。またトロトロ走り始めやがったぞ。どんどん先行けよ。運転してたやつの顔を見たよ。いや、窓がホコリだらけで見えなかったぜ。運転席の窓が開いたぞ。先に行けだのよ。一気に追い越してやるぜ。あっ、バカだ。落ちてるもん、落ちてるって。もうダメだ。うわー、だめ、嘘だ、早かったよ。そんな、よっしゃ、ハイエレファントグリーン。おお、この車のワイヤーフィッチを使ったのか。やるな、駆け追い。ほら、だけどうしたんだ。この高さじゃもう助かりこねえぜ。なんだ、一体この地内は。オイルオブフォーチュン、俺が我がスタンドの主。地面だ。バカな、地面を掘ってきた。車の車体が変形した。攻撃してくるぞ。お前らにもう道はないぜ。ちょっと遅かった、遅かった。今何を飛ばしたんだ。攻撃が見えない。一度頑張ろう。よし。
で誰がこの空城丈太郎の代わりを務めるんだ。地面に潜ったのか。さあプラチナでトンネルを掘ったな。あったね。ところでおめえさっき道がないとかなんとか。違う、道というのは自分で切り開くんだ。これで貴様がすっ飛んだ後に文字通り道ができたようで、よかったよかった。殺さないで、金で雇われただけなんです。はい、ということで第3部完、この辺にしておきましょう。すがんばらんと、こんなとこに。やばいやばい、ここに言われてしまった頑張ろう。ねえ。